彼には一体何が起こったのかわからなかったかもしれません。ただ倒れた象がまだ生きていること、立ち上がれず助けを求めていることは明らかでした。彼は母親が子供にするように背中を鼻でさすります。するとそれまで全く動かなかった象がもがき始めたのです。なんとか助けたいその気持ちが、なんとか助かりたい、必死に格闘する気力を呼び覚ましていました。二つの気持ちが一つになって泥沼との戦いが続きます。